江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、日本より警告がより洗練されて暮らしやすくなりましたよね、ということでですね、こちらスレッドが立っておりましたので、ご紹介していきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。警告と日本、どちらがより豊かですか？昔は日本でも、最近は我が国がより洗練されて暮らしやすくなったのではないですか？ひいき目なしに見て客観的にそう感じます。どこを見て洗練というのかわからないですけどね。じゃあね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。なんだろうな。はい、1人目、こちら、日本警告、空気の質がめちゃくちゃ違う。空気、ああ。日本だと思います。日本が70年代から金持ちなので。日本には我が国の民主党のような政党がないから。日本、ああそれは空気の質は日本警告だけど、日本は地震多火山があって怖いから警告。日本は賃金が減っているのに、どうやって豊かに生活するんですか？日本の若者が旅行に行かず、政治にも社会にも無関心なのには理由があるんです。ダメなの。日本は賃金が高いという誘惑に騙されて海外に出稼ぎに行くような国じゃない。ただ海外に行けばいろいろと面倒だし、心理的に楽だから海外に行かないだけだ、警告人であれば警告に住むのが最も快適に決まってる、自分は日本で生活しているけど、警告と日本では異なる利点がある。警告は税金が安くて、おのおのが物質的に豊かな生活ができるから、そういう部分では警告の方がいい。逆に日本で生活しててよかった部分は、ストレスが少ないこと。皆が親切で落ち着いていて、違法な路上駐車も少なく、ゴミも少なく、奇妙なデモもやってない。あと空気がきれいで快適自分は日本と警告1ヶ月ごとに交互に住んでるけど、東京の方がずっといい。帰国する日は悲しくなってくる。東京での生活の良さを説明するのは難しいけど、逆に警告での生活の良さについては言えることが何もないレベル。日本は地震があるから、それだけで超えられない壁。税金を除けば圧倒的に日本です。普段からストレスを受ける要素がかなり少ない。医療保険、福祉、年金、教育、治安などは日本の方が優れている。庶民であれば警告の方が稼げるけど、中産層以上からは日本の方が稼げる。自然環境が好きなら日本が最高です。日本人が海外旅行に行かないのには理由があります。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。このスレを見て、私は特になんだろうな、別に警告にケチをつけるつもりもないですけど、空気はまあ確かにね、 PM2.5 が警告がありますからね。まあ警告住んだことないからよくわかんないけどね。税金は警告の方が安いらしいね。家かな、家の作りの良さが全然違うかなっていう感じはしますよね。うん、渓谷の方がなんか家、まあ渓谷のそのなんつうのかな、あのソウルの中のね、すんげー高いマンションとかは別かもしんないけど、洗練って意味でしょ。デザインが洗練とかそういう意味でしょ。生活が洗練されているとかそういう意味でしょ。家の作りがな、なんかな、どっかの民宿の掘ったて小屋みたいな感じで嫌だなと思いますけどね。うん、警告さんの方が洗練されてて素敵だからこっち来たんだよ。台所にトイレを置くセンスは日本にはありませんから。そちらでは週に1回対乱を起こしてることはご存知かな立憲あるけど、日本にも共に民主党のような政党があってかないや、ひいきの引き倒しだろうがよ。それかお前の目が節穴っちゅうことや。きっと警告で言う洗練も、私らの知る洗練という言葉の意味が違うんだと思う。そうだね、ちょっとお金の話が出てきたからね。お金が洗練、地震で建物崩壊する前に普通に建物崩壊するだ、露見茶な予行法で。空気の汚さは宗主国に言えよ。日本に帰国するときに悲しくて泣くんだよな。
お前らごとあるごとに自信自身言ってるけど、お前らは北から砲弾飛んでくるだろ。すごい高いポンコツマンションの間違いじゃね。なんか家の作りは違うなっていうのはやっぱり感じますよね。海外旅館でも日本で行きたいところが山ほどあるからね。渓谷へ旅行するなら隣の県に行った方がいい。屋根裏に変なものがある渓谷マンションは絶対嫌だし、コンセントから水漏れも嫌。地震もないのに崩れる建物がある国の人に自然災害のことをグダグダ言われたくねえ。なんかさ、あの渓谷のマンションの写真とか見てると、まあ戸棚とか棚一つ見ても立て付けがなんか日本人だとイラつくなっていうような、なんか雑な立て付けだったり、なんか変な隙間とかね、だからそういうの私は気になっちゃうかな。日本は地震あるけどな、地震なくても崩れる建物でビクビクする暮らさなくても良いんだわ。すぐに倒れそうなビル、落ちそうな橋に囲まれて暮らしたくないのから。立憲とか共産党がある西側国家って珍しいよ。はい、隙間、そう、微妙なの嫌だよね。棚にさ、棚の、まあ、各段があってさ、まあ、備え付けのね、マンションとか、だから写真とかたまに見るじゃないですか。なんか微妙に隙間が違うんだよね。細かいっちゃ細かいもしんないけど、でも、一字が万字で、例えば窓枠の取り付け一つ取ってもそうだし、まあね、もちろん、こう、中には、コンセントから水が出てきたりって、そういう、まあ、珍事もありましたけど、まあ、そういうの抜きにしても、やっぱりちょっと嫌だなっていう気はする。住めば都なのかね。幸せの優先順位は、金なら、渓谷の方がいいだろう。渓谷さん、なんか一番、あれだってよ。なんか一番大切にすんのが、人生の上で一番大切にすんの金だっつうね。他の国はさ、家族とかさ、友達とかって書いてるんですよ。地震なくても日本より建物崩壊数が多いのはなぜ？日本人なら DIY でも許されないレベルの出来だと思う。室外機がうちにあるのはオプションですか？室外機はね、やっぱりマンション中だと、でベランダがないと、まあ室外機室があるのはしょうがないかなって思うんですけど、あったね。針が出てくるシャワーとかな。水道水が飲めないのもそうだね。結構大きいね、これね。これはどちらかというと日本だけでっていうか、そうだね。はい、ということでね、それではこれで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。